様が恋愛？黒川茜、高校2年生、役者です。ほうほう。あの、こんな感じでいいんでしょうか？まあ次回、少し距離詰めた感じで話してもらえると。なるほど。だが、演出はある。私、もう今がちやめたい。こんな途中で？本当にやめちゃうの？黒川さん、さっきから全然食ってないだろう。自分精進の身なので、取れるかで選択肢が変わってくるっていうか。わかりません。役割果たすのに精一杯で、そんな余裕が。頑張らないと。すごいね。あ、うん。私はどうにか目立って結果を残したいだけ。一流の役者しかいないと言われる劇団ラララ、黒川茜はそこの若きエース。徹底した役作り、与えられた役への深い考察と洞察。このまま辞めたくない。わかった。だけど次の収録から復帰する。私、演技は得意だし、やってみようかな。アクア君の好みの女の子、やってみるね。頑張ろう。資料集めないと。だとしたら承認欲求は満たされてる。があった。破天荒な言動に歩き方が主義の視力はいい。聴覚と嗅覚の主義と爆弾教育レベルの段階で生活の。いい出会いがあったのかな。そうだね、アクア。どうしたの、アクア。幽霊とか見たような顔して。え、何が？ねえ、アクタン、そこのポーチ取って。今考え事してる。それくらいいいじゃん、取ってあげなよ。はい。西、当然。マジでやめろ。どうする、どうする。どうしたらいいのかな。いつもの茜に戻っちゃった。あれってどうやってるんだ？一応プロファイリングの本とか読んだりはしてるんだけどね。愛には実は隠し子がいるとか。だとしたら、いろんな感情のラインに整合性が取れるし、数式パズルみたいに分かってくる。多分大体分かると思うけど。ここで手放すわけにはいかない。いろいろあったけど本当に楽しかった。で、早速聞いていいかな。本当に付き合うの？どうなるの？分かんない。これからどうする？どうするって、だったら。だからね、その私たちの交際って仕事？それとも本気のやつ？俺は茜に女優として強い興味を持っている。まあいいか。じゃあお仕事として彼氏彼女しようね。じゃあまたね。お疲れ。